昨日の夜、マーサさんから、すごい素敵なね、ジェリーフィッシュ、クラゲの、カラフルなね、クラゲのタングル、提案があって、もうすごく楽しかったんですけど、全く同じの描いたんで、ちょっと違う感じのを描こうかと思います。せっかくクラゲなんだ、クラゲっぽい、うん。これは、プロジェクトパックに入っているムーンライト、ジェリーロールの06のブルーですけど、今日なんか青っぽいので描こうと思って、他にブルーのファインとか、あとマイクロン01とか、あとちょっとねブラウンなんかノリであとイエローか、これはプロジェクトパックに入ってた色ですねを用意しました。ちょっとどうなるかね、練習とかしたわけじゃないんでわかんないですけど、トリポリをね、気持ちちょっと大きく描くところから、あとふにゃふにゃに、ふにゃふにゃで、水族館ね、の確かにクラゲの水槽、私も夢中になったことありますね。ずっと見てられる、見てられるんですよ。どっかにすごいのがあったな、江ノ島の水族館になんか確かすごい水槽があった気がする、まあ、基本は昨日のマーサさんのとね、お一緒で、まあ、自由に描いていくっていうのがいいかなって思います。大きかったり小さかったりしながら描いていきます。結局同じのが仕上がったらどうしようまあそれはそれで、これすごい楽しかった。でも昨日もずっと同じこと言って描いてたけど楽しい。よく何もね、考えずにっていうか、なんていうか、構図とか気にしないで書き続けられるっていうのがいいですよね。早速仕事中に書いてる人もいらっしゃいましたけど、ね、どうしようかな。結局あんまり変わってない？いや、変わる変わるはず。そしたら、次、ブルーのファインを足していこうかな。メキシコの方はパンジュと言ったので検索したら、あれパンって言ってたんですか？メキシカンなんとかパンの、私ね、ペンなんとかペンって見えてたしかも書いてる最中にコメント来てましたよね。全然無視しちゃってすいませんって感じで、メキシコにこういうパンがあるってことですかね。あれかな、ここが茶色くてここの隙間が白いやつかな。確かにありそう、こんなパンね、ブルー、やっぱクラゲだからブルーかなと思ったんですけど、パンデムエーと書いとこう。パンデ調べてみよう。皆さんも調べてみてください。このぐらいにしとこうかな、もっと書く。これバッグに海みたいにしようと思ったんですけど、何で海にしよう。インクかな。インクだとみんな持ってない。今色鉛筆でもいいんですけど、インクの方がいいかなと思って、インクのブルーのインク用意してる。えい、こんな適当でいいのかっていうきっと大丈夫。
あ、これ、これ大変かも塗るの。どうしよう。すごい時間かかっちゃう。ダメだ、これは全タングルじゃないな。まあ、インスパイアドアートってことね。昨日のクラゲにインスパイアされて、ちょっと違うことやってみようみたいな感じです。正座してみてます。どうぞ足を崩してください。本当面白いんですけど。小学生の娘と朝食食べつつ見てます。おう、小学生何年生ですか？うちもさっき食べました、食べ終わりました。今日旦那がご飯作ってくれてた。雪降るんじゃないかと思ったけど本当に何年ぶりか、何年ぶりってことはないな。自分の分はね作るんですよ、うちの、あの旦那はね。6年生、へえ、じゃあもう大人ですね。すごいいろんなことをやってくれそう。いいな。もうなんか普通に大人の話とかできますよね。 OK、 フィニッシュ。乗り終わったよ。雪、そう、雪が降る。なんかあのお父さんが作ったほうれん草、ほうれん草のおひたしとかあったんですけど、しょっぱくて食べれないとか言って文句ばっか言ってましたね。結局納豆ご飯食べて、あ、納豆だけ食べてたちょっとどういうことと思ったけど、昨日のとんかつをカツ丼風にしてましたね。すごいじゃんとか言ってできるじゃんって言っといた。こんなのこのぐらいできるとか言ってましたけどね。うわ、なんか下がびしょびしょだ。ちょっと移動。あ、大変。はい、そしてこのね、中に青いのにこの01のでシャッシャッシャっていう線をね入れていこうと思います。なんとなくこうクラゲのイメージ。そう、それであの1ヶ月ね、あの小学校休みによってね、毎日どうやって過ごすかみたいな話を昨日して、1時間目じゃ学校みたいにね、1時間目はあのうちの旦那が、朝10時ぐらいまでいるんで、体育の時間にしてもらって、そう、テクスチャーですね。今から体育行く、もう行ったかな、なんかギャーギャーって聞こえたから多分出かけたと思う。で2時間目はなんかお母さんの美術、じゃ図工の時間がいいとか言ってなんで10時から図工ですね。今日はあの自分の顔を上手に描く方法を教えてほしいって言われて、体育は公園で公園でそこの広場であのサッカーかな、うん、サッカーやるらしいです。サッカーまたは走るまたは歩くとかかな、まあ、外に出て日に当たるだけでいいんですけど、うん、サッカーがね好きなんですよね。なんでサッカーやって2時間目、そう、自分の顔なんか全然うまく描けなくて、この前友達に笑われたらしくて、笑った人の方が悪いよと思ったけどね、そんな人の作品を笑うなんて。私から見たらねすごいねよく描けてたけど、小学生ってほら目をこうやってくるくるって可愛く描いたりするでしょ、こうやってこんなとかさ、こんなうちの息子だけこういうめっちゃ人の目みたいなこういう目ですごい怖い確かに怖いけど、でもよく見て描いてるなって私は思って、あ、そう、ギターの弾けるサッカー少年ね、そうそう、そうなの、人の目、これがねちょっと気持ち悪かったみたいで、みんなにバカにされたとか言って、何言ってんのよって思っちゃったけど、いいんだよね。そうなんです。
自己の利用なんて贅沢、私も受けた。いや私あれですよ、多分面白くない、子供に教えるって難しくないですか。私なんか全然自分の子供に上手に教えられなくて、なんていうかな、下手くそなんですよね。でもいろいろ反省してるんですけどね。親って多分自分の子にはなんか厳しくしちゃうのかな。あとなんかこう終わるまで待ってあげられない自分がいる、ね、終わってからこれこうしたらよかったねとか、ここいいねって言えばいいのに、なんか途中でこうしたらとかねつい言ってしまう気をつけようと思う、昨日反省したところです、うん、だからその教えるのか見守るのかみたいなね、その辺が難しいですよね。ゼンタングルに関してはね、全然もう私何でも素敵だなって思うんですけど、ね、自分の息子の場合なんかちょっと人格変わっちゃうんですあ、どうですかね。はい、家事の皆さん、テクスチャー終わりました、うん、と、そうこうしてるところ乾いてきたかな。まだ乾いてないかもしれない。でちょっとブルー、どうしよう、なんか影はこっちのどっちかに入れようかな。ふんわり色がつく感じにしようかしら、どうかしら。なくてもいいんですけどね、この周りのインクが乾くまで。あ、もう乾いたかな。インクってすごい乾くの早いんですけど、多分紙が吸うんですかね。海に漂いたくなるね、ふわこっちのここ茶色の方はちょっと鉛筆ちょっと入れたり、まあ、入れなくてもいいですけど、アクセントで入れるとちょっと大人の雰囲気になるかな。そう、昨日なんかすごい可愛かったから、なんかちょっと大人な感じにしたいなと思ったんですよね。どうしようかな、点々、ちょっと恐る恐る、点々でもいいか。もう一回ジェリーフィッシュ描くのもいいね。ちょっともっと細いのにしようかな。08、久しぶり。あ、そっか、黒い紙に白ペンで描くのもいいかもしれない。綺麗、このインクだとねちょっと溶けてきちゃって、白がね馴染んできちゃうんですけど、なんかそれもまた綺麗ですね。そうで、宿題がね結構いっぱい出てるから、宿題もやらせなきゃいけないんだよね。ブツブツ、今もう私の生活はそれがメインみたいになっちゃってますからね。どうするこの1ヶ月みたいな感じで。宿題大量、そう、宿題大量で、しかもなんか結構なんだろう、何ページまでや、算数何ページまでやることみたいな、そうそう、なんかなんだ、ざっくりした感じなんですよね。だからこれは私もちゃんと勉強しなきゃいかんなと思っちゃったりなんかして、真面目な、私の真面目がムクムクと。ちょっとメタリックゴールド入れてみようかな。メタリックゴールド今日は夜に描こうかと、うんうん、いいですね、夜いいと思います。トランゼンディングしてもいいかもしれないけど、どうやってって感じ。ドリル残り全部とか、そうそう、めっちゃアバウト。しかも丸付けはご家庭でやってくださいとか言って、でも提出しなくていいですっていうことは、やんなくてもいいってことなんですけど、どうしよう、どうしましょうですよね。そうですね、自主学習、そう、やらなくてもいいみたいな、
やってもいいそうみたいな、子供にはね絶対やんなきゃいけないんだよとか言ってますけど、お手紙とかを見る限りは、ね、まあ勝手にできる範囲で、まあね、できない方もいますからね、フルで働いてる方はそんな子供に勉強してるなんて絶対できない。私もできない、フルでどっか行ってるわけじゃないんですけどね、何かを教えるっていうのは本当にそんな誰でもできるわけじゃないですからね。でもね、学校に行くのがすごい楽しみにしてた子供とかだとね、かわいそうですよね。うちはまあ家も学校もどっちも好きな人だからいいんだけど、ちょっと中も色入れました、なんとなくお花みたいですね。はい、どうでしょう、こんなので全然違うけどちょっと似てる。楽しいプロジェクトバッグ、遊んでね、気楽に始めてみましょう。三角なんですごいちっちゃくてすぐ終わるんで、いいと思います。はい、ちょっと水滴とか吹きたいけど、水滴これ見せちゃっていいのかな、まあいっか。ちょっとね、これはワークショップのメニューにもなってるからあんまり言葉を発さないで書くね。ね、では急になんかちょっとレベルアップ、もうちょっと綺麗に書き直してアップしておきます。今日も朝からご覧いただきありがとうございました。ではまたね、明日か今日の夜ゲリラライブやるかわかんないですけど、はい、またお会いしましょう。それではさようなら、良い一日を、バイバーイ。